どうも皆さんこんにちは、茶番部の抹茶でございます。今回はチャンピオンの立ち回りをトッププレイヤーのプレイから学ぶシリーズ20本目ということで、グローバーの紹介をしていきます。はい、サポートのチャンピオン、回復役のチャンピオンですね。コーンスプリットかなり人気のあるチャンピオンとなっておりますが、 HP2300 のチャンピオンでございます。ここからちょっとスキルと基本性能の説明をしていきます。まずプライマリーの通常攻撃ですね。通常攻撃が投げ斧という名前の攻撃で、まあ名前の通り斧を投げる攻撃です。今投げているこう縦振りの縦振りの斧ですねの攻撃になってます。これは 0.9 秒ごとに最低300ダメージを与えることのできるもので、通常のなんて言うんでしょうね、他のビクターの弾だったりタイラの弾だったりっていうのは、敵が遠ければ遠いほど、威力が減っていくんですが、このグローバーの斧だけはちょっと性質が違いまして、遠ければ遠いほどダメージが上がります。で最大750ダメージまでアップします。なんでか今回、遠距離にいるこのキネッサに対してはこの投げ斧で結構ダメージを与えられて、まあいいダメージ入るので結構敵を倒しやすくなったりしますね。はい、また特徴的なのがリロードが必要ないということで、永遠に斧を投げれるよっていうチャンピオンです。まあ、リロードの隙とかもなくなるのでかなりいいですね。はい、さあ次、2個目のアビリティですね、スキルですね。クリッピングスローという名前のスキルです。こちらクールダウン7秒当てると、400のダメージが入ります。ちょろちょろ使ってるあの横投げの、今投げましたね、横向きにぐるぐるっと回転して飛んでいくものですね。今回これが今強いということで、これを主体にグローバーを今戦っているような気がしますね。はい、で何が強いかっていうと、400ダメージっていうよりかは1秒間のクリップル効果を与えるっていうのが強いです。まあ、通常の状態でクリップルというと、まあ、移動のアビリティが使えなくなる、まあ、よくなんて言うんでしょうね、イビーの空を飛ぶ飛翔だったり、まあ、ラウムが走る前にこのクリップリングスローを当てて走れないように止めるとかいうことができますね。で、この攻撃は300ニットまで届きます。かなり遠いです、300ニットで。なんでまあ普通に当てれる範囲はほぼ全て当たると思ってもらってもいいんじゃないかぐらいの、距離感ですね。はい、で、3つ目のアビリティですね、スキルです。これはバインという名前のスキルで、移動アビリティになります。クールダウン8秒で、グローバーがスローをピュンと伸ばして、まず伸ばして付着した方向に移動します。で、そのツル自体は自分の味方または、まあ、オブジェクトというか壁とか床とかそういったものにつきます。ただペイロードにはつかないらしいので、ちょっとそれは注意が必要ですね。なので、これを使って天井にツルを当てて、まあ、上に緊急回避したりとか、高台に登るのに利用したりとかいうことができるようになります。はい、この場合は95ユニットまで有効で、バインのスキルのボタンを長押しすると、そこにツタが、ツルが伸びるかどうかっていうのがマークが出ます。バツが出るとバインは発動せずに1秒のクールダウンの後もう1回使えるようになって、まあ、緑色でなんていうんですかね、マークが出ていると、まあ、そこにツルを伸ばすことができるので、そのままツル伸ばして、移動ができるようになります。なのでここバイン届くのかなってちょっと気になって、まあ、時間がありそうだったら、長押しをしてそうやってマークを見てチェックするのがいいかと思います。はい、4つ目のスキル、グローバーサポートといったので、まあ、ヒールのスキルが必要ですよね。これがヒギルのスキルです。ブロッソムという、スキル名ですね。クールダウン10秒で、80ユニット以内の自分と味方を 800HP 回復します。まあ、かもなく不可もなくっていうか、まあ、なんて言うんでしょう、10秒というクールダウンの長さの割には結構しょっぱいヒール量かなと思うんですが、まあ、ただなんて言うんでしょうね、その80ユニット以内にいれば、まあ、全員にヒールが行き渡るので、そういった意味では854、マックス 800×5 人の4000回復ができると思えば結構大きいのかもしれませんね。はい、で最後ウルトですね。今使ってました旋風大回転という名前のウルトになります。こちら4秒間有効で、40ユニット以内の自分自身と味方に対して毎秒2500回復します。なので、まあ、最大1万 HP 回復するよという、
ウルトになりますね。注意してほしいのは、このウルトを使ってる間はまあ両手を置いて開けてワイワイってやってるんで、あの他のスキルが使えないよっていうところが注意点です。なんでできることは移動のみですね。回復値は移動のみになります。まあ、ただこの旋風大回転使用中は CC 無効、クラウドコントロール無効になるので、なんて言うんでしょうね、スタンとか、まあ、あのミーブのウルトの暗闇状態とか、あのマルダンバのウルトの恐怖状態とかにはならないので、まあそういったのを避けるために使うというか、まあ味方を救いつつ、味方をヒールしつつ避けるために使うのも一つの手かもしれません。はい。で、まあラウムとかもあったんですが、このグローバーもちょっと特殊で、パッシブスキルというものがあります。まあ、常にずっと、永続効果へ出ているスキルのことですね。パッシブスキル、特に名称はついていないんですが、グローバー君、なんと何もしていない、スキルを発動していない時でもヒールができます。かつ自分にもヒールが入ります。内容は、80ユニット以内の自分自身と味方を毎秒 80HP 回復ということで、まあなんて言うんでしょう、内容自体はそんなに大きい回復量ではないように見えるんですが、まあこの何分と続くマッチの中で、まあトータルで見るとやっぱりこの回復はでかいですね。あと周りにいるだけで HP 回復なので、なんて言うでしょう、味方が HP 少なくなって、グローバーの方に寄ってきて、もし自分がブロッサムのスキルが使えなくても、ある多少は回復ができるということで、まあないよりかは確実にあった方がいい。グローバーがなるべく生きていなきゃいけない理由がそこにありますね。グローバーが生きているだけで、あのヒールを援にしているので、今右側に出てましたよね。右側の平を回復してましたよね。ああいう時にアビリティを発動せずとも味方の HP を回復することができるので、かなり有用なパッシブスキルなんじゃないかなと思います。そして今回、選択しているタレントですね、タレントの紹介になります。今回選択しているタレントはチカの音です。まあ、コーンスプリットから結構見直されてきた、タレントですよね。クリップリングスロー、あの横投げの斧ですねが敵に当たると、クリップリング、あのクリップル状態じゃなくて束縛状態にします。そして最大5回まで近くにいる敵の間で長弾して、まあ、他の周りの敵にもそのクリップル状態というか、束縛状態がつきます。で束縛状態が何ぞやと言いますと、まあ、あの左右の移動とかよくあるスローとか、普段クリップルだと多少は動けるんですよね、左右のに動けるんですけど、その移動や移動スキルの使用が不可になります。なので、まあ、完全に足止めに使えるのと、まあ、ラムが走り出すとかは顕著な例なんですが、ラムが走り出したら止まらないじゃないですか。ああいったところの走ってる途中にパシッとこれを当てるだけでピタッと止まります。でスキル の, あのクールダウンは使われちゃっているので、また走り出すまで時間かかって、その間に味方でやろうとかいう動きができるわけですね。はい。でこの束縛状態っていうのがやっぱり CC クラウドコントロールの技でやっぱ強くて、まあ、動けないっていうのはかなりでかいですよね。味方側にスナイパーがいたら、まあ、頭をほぼ確実に狙えると言っても過言ではない。1秒もあるんでね、時間がありますし、まあ、単純に足止めにもできますし、結構有用な、タレントなんじゃないかなと思います。今回グローバーが人気なのは多分ここにありますね。はい、では今回のロードアウトの内容、カードについて説明していきます。今回使っているのは、運命論というのを5積み、切り倒すというのも4積み、緑空ですかね、緑にしたらと書いて緑空と読めばいいのかな、を4積み、バークスキンというのを1積み、アンストッパブルというのを1積みしております。一つずつ説明していくと、運命論を5積みしているものは、横投げですね、クリップリングスローが、クリップスプリングスローが、敵に当たるとヒールのブロッサムのクールダウンが3秒短縮していきます。で、次ですが、切り倒すというカードを4積みしているものですね。クリップリングスローのクールダウン、基本的な基礎のクールダウンを 2.4 秒短縮します。3つ目、緑空ですね、4積みしているものですが、これはブロッサムの効果範囲を 16% 拡大します。ただこれブロッソムだけじゃなくて、ブロッソムとあのパッシブスキルで、まあ、あの毎秒回復すると言いましたね、毎秒 80HP 回復すると言ったんですが、その範囲も、
16% なので80ユニットから92.8ユニットに、広がります。なんで、まあ、パッシブと普通のブロッサムのスキルの両方ともの、範囲が広がっていいスキルなんじゃない、あ、いいカードですよね、いいカードなんじゃないかなと思います。ということで、次のカードに移りましょうか。バックスキンですね。ここで5つ見しているんですが、最大 HP が75アップします。まあ、単純に基礎 HP が上がるっていうのは硬くなるっていう意味で、重要なので積めますね。はい、で最後アンストッパブル、これも1積みです。ブロッサムの使用後4秒間にわたって 6% のダメージ軽減が入ります。まあ、結構グローバーって被弾しやすいようなキャラクターだと個人的には思っているので、結構あの横幅でかいじゃないですか、グローバー君ってヒットボックスがでかいのでっていうのもあって、ダメージを受けやすいので、なるべくそのダメージを減らしたいっていうので、まあ、6% のダメージ軽減ではありますが、アンストッパブル入れてますね。今振り落ちてったの井戸で、あそこ自殺スポットというか環境を切るスポットですね。多分振り矢が今わざと落ちていったと思うんですが、その思惑としてはあの味方と死ぬタイミングをなるべく合わせて、早く味方が先に死んじゃったんで早く自分も死んで次復活して、ここに戻ってこよう、ヒールできるようにしようっていう狙いでしょうね。なんであのパラディンズのマッチに関してはあの自殺も一つのなんていうし有効な戦略になりうるんじゃないかなと思います。まあ、あのなんかギリギリで生き残れそうだったら、もしかしたらワンチャンにかけて生き残る努力をする時もあると思うんですが、まあそれだけが全てではないよっていうか、逆に早くやられたりして、早く死んで、次早く復活できるように早く死ぬっていうのも一つの手じゃないかなということですね。これで一応一通りカードの紹介が終わったので、ここから立ち回りの紹介になるかと思います。まあ、基本的にはあの味方の近くこの 92.8 ユニット以内に置きながら、まあ、常にヒーローを与えながら、まあ、適宜ブロッソムを使用して、ブロッソムを使用した後にあのカードの運命論で、クリップリングスローを敵に当てるとブロッソムのクールダウン短縮するよっていうものがあるので、ブロッソムを使用した後にあの横投げのクリップリングスローを敵に当てて、ブロッソムの回復あクールダウンの短縮をしつつ、敵の移動の阻害をするということができるといいですね。基本的にアイテムはクロノスから、買っていく。今このジュアンノーズさんもクロノス3までちゃんと詰めてますが、クロノス3まで積むことで、まあ、大体ブロッソム使用してクリップリングスロー当てて、でまたクールダウンが戻ってきてっていうのを繰り返すペース的には4秒から5秒ぐらいに一度は使用できるようになるので、かなり大きいですね。もともとのブロッソムのクールダウン10秒なので、だいたい半分ぐらいのタイミングで、使えるように、なので普段の倍っていうんですかね、使えるようになります。でグローバーの斧はあの、まあ、偏差が必要なんですが、この投げた瞬間的に当たるわけではないので、ちょっと先を読んで投げる必要はあるんですが、まあ、遠ければ遠いほど威力が高いので、まあ、なるべく味方を回復できる範囲内にいつつ、なるべく遠い後ろの方からあのブンブン振り回してるのがかなりしんどい、あの敵からしたらしんどい使い方になりますね。今もうまくクリップル束縛状態にして、クリッピングスロー当てて束縛状態にして敵を味方が倒してくれてましたね。はい、で、バインの使い方なんですが、横移動はもとより、まあ、あのバインのスキルの紹介もしたように、あの上にも移動できるので、まあ、天井ないしは、まあ、近くの壁の上の方につけて、上にシュイーンって一時的に飛んで、その降りてくるまでの 1,2 秒であのブロッソムのクールダウンが回復して、ブロッソム使ってとかいう動きもできたりしますので、よかったらやってみてください。まあ、そうやって緊急回避するっていうのは、こう上に逃げるとやっぱり敵ってあまり上空は見れないので、そこまで結構いいタイミングでそれを使うと有効だったりしますね。でクリップリングスローの特性なんですが、あのバリクのタレット、今回敵にバリクがいるんですが、バリクのタレットとか、インチャのイリュージョンとかでも、長難するので、まあ、敵はね動いてやっぱりそういったクリップリングスローは避けようとするんですが、そういったのを避けないような、避けることのできないようなタレット、またはイリュージョン幻影ですね、
が近くに、敵の近くにあるときはそれにペンって当てるだけでもう確実に敵に、敵を束縛状態にすることができるっていう小技があったりするので、よかったら使ってみてください。あ、ブンブンやってますね。エブロッソム使ってクリップリングスローで敵を止めて、最後も馬力がワンチャン、あれワンタッチできましたよね。あの束縛状態になっていなかったらロケットブーツでグーンと来て、もうあとちょっと途中で止められちゃったんであとちょっとになったんですが、あれなかったらワンタッチされてましたよね。でまたあのオーバータイムが長くなってっていう、敵のあえてこうなんていうんでしょう、ギリギリの戦いをしている時に束縛状態にすることで、まあそのおかげで勝利することができるっていうこともあるので、まあかなり有効ですね。あのグローバーの束縛状態の対抗としては、あのアイテムで耐性っていうものがあるので、それを買うことで、60% だっけ、ちょっとパーセンテージ忘れてしまいましたが、まあ、あのなるべくその秒数を少なくすることもできるので、まあ、敵にグローバーがいてだいぶクリップリングスロー当ててくるな、しんどいなって時はそういったアイテムを買って対策するか、するといいかと思います。まあ、とはいえあの短縮 してもちゃんとピタッと止まってしまって、移動スキル使ってる時であれば、そのスキルのクールダウンのカウント始まってしまうので、まあ、強力なスキルであることに変わりはないんですがね、まあ、なるべく自分が立ち止まらないようにそういったアイテムを買うのは一つの手かもしれません。グローバーのアイテムの買い方なんですが、基本的にクロノスをクリップリングスローをなるべく投げれるように、かつ、ブロッサムのヒール量を増やすというかヒールの回転率を良くするためになるべくクロノスから買っていきます。で今回、敵にキネッサがいて、直接のダメージがかなりでかくて、まあ、キネッサね、あのウルトでワンチャンワンパンしてくるようなチャンピオンなので、まあ、その火ダメをなるべく減らすべく、安息の地から旧平分ですね、直接ダメージの、攻撃火ダメージを減少させる、アイテムですね、これを積んでいますが、まあ、そこは多分敵によって、その時の対戦相手によって変わってくるかなと思います。で、グローバー君なるべく生きていたいと言っていたんですが、まあ、もちろんね、やられてキルを取られてしまうこともあるかと思います。その時の復帰力を高めるために、まあ、スターライダーっていうあの馬の速度を高める、馬の速さを速くする、アイテムがあるんですが、それを積んでいくのも一つの手かと思います。であとあのウルトの回復量が結構あって、まあ、大逆転に使えるいいウルトなので、やる気あのそのウルトの回転率を高めるために式ブースト、やる気ブーストかなというアイテムを買っていくと、いいかもしれませんね。なんで、必須、これだけは絶対積んでおきたいあのアイテムはクロノスで、まあ、プラスアルファで安息の地、またはあのブラストシールドかな、範囲ダメージ あのボムキ敵のボムキングが辛いとか色が辛いって言った時は、まあ、そういったアイテムになってくると思うんですが、そして、回転率上げたり、まあ、なるべく自分が戦場の近くで味方にヒールをすることができるように、マスターライダーだったり式ブーストだったりを積んでいくといいかもしれませんね。はい、ということでグローバーのざっくりとした使い方こんな感じです。はい、結構ね、今戦績にも出ていたようにダメージもしっかり与えられる、先ほどはなんかすごくてちゃんと単純にダメージ量がかなりあったんですが、まあ、ヒールもできてダメージも与えられるという夢のようなサポートでございます。まあ、その代わり、なんて言うんでしょうね、味方が近くにいないとなかなかヒールが発揮しにくいとか、遠くの味方に対してのヒールができないっていう点では、なかなか難しい、立ち回りが難しいチャンピオンであることは、変わりないですが、まあ、ちゃんと味方がうまくまとまってくれるような立ち回りをしてくれるのであれば、かなりグローバーは強力なのではないかなと思います。まあ、周りの味方しか回復できないから遠くに行っちゃった、こうほったらかしっていうよりかは、まあできるのであれば自分が死なない限りある程度移動してあげて回復してあげてっていうこともできるようになるといいかもしれませんね。はい、ということで、今回はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではでは。